それでは次に、コンピューターのメモリの配置と容量について説明します。これはテキストには記載がありませんけれども、この授業で補足することです。計算機が使う情報には命令やデータなどがありますが、これらの情報の一番小さな単位は0かもしくは1の状態です。実際ののの計算機ではこの0や1の状態を 電子回路の電圧の工程で表す場合が多いですけれどもこの一番基本となる0と1の状態をビットと呼びますでこの0と1の状態ビットが一つ一種類の情報で1ビットというわけですでこのビットが N 個集まった状態で N ビットで、えー、と特にその8ビットを集めた状態のことを1バイトと呼びます 計算機では、この命令やデータを表す情報の,情報の量の単位を、このバイトで表す場合が多いです。さて、このメモリ容量の単位なんですけれども、まあ、あのバイト単位では、昨今では非常にメモリ容量も大きくなっておりますので、このメモリ容量に単位をつけて取り扱います。でスライドにありますように、この単位は、 その10の3乗ごとのひとまとまりを単位にしています。例えば、えーとまあ、先ほど述べた1バイトがです、ねえー、と10の3乗、つまり1000個集まって1000バイトになりますと、これを1キロバイト。でえー、とこれがさらに 1000, キロ1000個集まって1000キロバイトになりますと、1メガバイト。で以下同様に1ギガバイト、1テラバイト、1ペタバイト、 といったあの単位で表されますで一方で注意しなければならないのですが、このメモリ容量は、えー、と10の3乗を、えー、とひとまとめにする場合のほかに、えー、と2の10乗、すなわち1024個をひとまとめにする場合もあります。先ほど述べました、えー、1KB については、まあ、10の3乗、すなわち1000バイトを 1KB とみなす場合とそれから2の10乗、 1024 10バイトを1キロバイトと表す場合がありますので、えー、状況に応じて注意が必要です。でえー、と先ほど紹介しました、この2の10乗を単位とするこのメモリ容量の単位について、最近では、この二芯切当時と呼ばれる記号を用いたメモリ容量の単位も使われております。例えば、えー、と2の10乗バイト、1024バイトのことを 1>, 1キビバイトというふうに呼びまして、1キロバイトの K と B の間に小文字の i を入れた形で表すことがあります。以下同様に、1 0 2 4イトのことを1メビバイト、1024メビバイトのことを1ギビバイト、同様に1テビバイト、1ペビバイトといった呼び方がされます。 えとこのような形で、その二芯窃盗時がついた場合には、そのこの単位、メモリの容量の単位は、この2の10乗をあの単,位あの単位にしているということで、先ほどのキロバイトやメガバイトとあの区別することができます。次に、計算機の主記憶装置、メモリの配置について説明します。計算機のメモリには 命令やデータを格納しますが、このスライドにありますように、えー、とバイト単位で線形にこう配置します。で、このスライドの例では、主、えー、記憶装置が、えー、と n バイトからなり成り立っている、えー、と例を表していますけれども、えー、それぞれのそのメモリのバイトにそのアドレスと呼ばれる、えー、と場所が割り当てられています。 でこのアドレスは0番地から始まりまして N バイトありますので N-1 番地までが割り当てられていますそしてこのメモリの配置を図で表す際には通常このロ番地を一番下に置きまして1番地2番地とメモリの箱を重ねていくような形で表します次にこのメモリの配置を図で表す際には通常この0番地を一番下に置きまして1番地2番地とメモリの箱を重ねていくような形で表します 計算機ののメモリのそのワードと呼ばれる言葉について説明しますこのワードは日本語であと5となりますけれどもこれは CPU で一度に処理するデータ量の単位を表したり CPU とメモリなどの間で一度にやり取りするデータ量の単位を表す言葉です。最近ではこの1ワードが64ビットすなわち 8バイトである計算機が主流となっています。ここではそのワードを単位にしたその計算機のメモリの配置についの例について説明します。このスライドに現れていますのはその1ワードが32ビットの場合の例です。この図にありますように、その計算機のメモリの配置を表す際には。 えっとこのワード単位でこのメモリの配置を表す場合があります。えー、この場合えっ、ー、と今扱っている計算機ではえっ、ー、と一ワードが三十二ビットすなわち四バイトですので、えー、この一段メモリのえっ、ー、と配置の一段がえっ、ー、と四バイトになるようにその四バイトの箱を横に並べてでこれを縦に重ねていく形で。 その際、えー、と例えば、えー、と一番下のアドレス0の段ですね、えー、とここの,そのメモリの配置は、えー、とその4つの箱が横に並んでいるわけですけれども、えー、その一番最初の0番地の、えー、とメモリを一番その4つの箱が並んだ中の一番右側にで、えー、と1番地を0番地の左。 以下同様に2番地3番地と左側にそのメモリの箱を並べていきます。そして次のワードは4番地から始まりますけれどもこの4番地今度は4番地5番地6番地7番地と並べた箱をその下の段の箱の上に重ねていくという形で順番にその最後ですねその N 番地までのワードを並べていくという形で このメモリの配置を表します。次に第1.2節、テキスト10ページからは、全勤記法の説明がありますが、この全勤記法については、この後の授業で導入します。第1回の授業のまとめです。今回の授業では、まずコンピューターの基本構成について説明しました。 それから次にコンピューター内部の紹介を行いました。そしてメモリー、手記憶装置の配置と容量について説明しました。でこの中ではメモリ容量の単位について説明し、それからえっとバイトですとか、とワードの言葉、それからそれらのの単位、おそれらの単位とするメモリの配置について説明しました。 次回第2回の授業では計算機上での数値と数式の表現テキストでは12ページから14ページの内容を扱う予定です。それでは今回の授業はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。